第3作の RTA、始まるよ。本シリーズ、世界樹の迷宮は、キャラメイクの自由度の高さと一瞬でプレイヤーを全滅に追い込む緊張感のある戦闘が売りの RPG です。なんかよくわからないけど樹海に冒険しに来た冒険者たちの活躍。見とけよ。では、やっていきましょう。データを初期化しまして。スタート。さあ始まりました世界樹の迷宮三聖会の来訪者 RTA。実況は私ゆっくり仙台でお送りいたします。解説には饅頭会を代表する園芸農家の、農家林に来ていただきました。農家林、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、画面では現在、ギルド名と初期冒険者の登録を行っております。ギルド名は、入力速度の観点から、ホモ、にすることも検討したそうですが、樹海に歩みを進める意味で、ホ、にしたそうです。ここで登録するのは、フ、ファランクス、ア、ファランクス、ヒ、ビーストキング、ソ、ゾディアック、で、ゾディアック。我が名はカール・アウグスト・ナイト・ハルト。私を冒険に連れ出してほしいのだ。三人、ファーマー、です。忍びはいないのか。忍者は実在しない。いいね。あ、はい、忍者は神話上の存在です。あ、そうだ、今作は全12クラスの職業があるのですが、その中で本 RTA において出番がないクラスが、ストーリー上使えない将軍はアンドロの片割れ除いて4クラスあります。それは何か、皆さんで推理してみてください。第1階層の探索は、前列ファランクスプリンス、後列ビーストキングゾディアック1、2のパーティで行います。ネイピア紹介で最初のお買い物。ゾディアック2に知恵の書。ファランクス、ビーストキング2、ショートスピア。プリンス2、体力の腕は。あと、メディカ、5個です。そして元老院でミッションを受領して準備完了です。買い物はプリンスの耐久力確保と火力上昇を意図しています。では樹海に。行くぞ！最初のミッション、樹海兵の除去区は定められた区域の地図を書き、その区域内のいくつかの抜け道を開通すると達成できます。なので下画面の地図を書くことに注力します。上画面ではスキルを振っています。警戒更新、3、ロイヤルベイル、3、なし、ダークエーテル、3、炎の聖術、2。この、スキル、システムが自由度の高さの理由です。本作には12のクラスがありますが、同じクラスでもスキル次第で全然違うユニットになります。本 RTA においては、どのスキルを活用してボスの攻撃をしのいでいくかがポイントになります。スキルを振りに必要なスキルポイントは、レベルプラス2なので、必要なスキルを習得するためのレベル上げもポイントになってきます。なるほど。では、先ほど振ったスキルにはどういう意味が？はい。まずファランクスの警戒更新、ですが、これはエンカウント率を下げるスキルです。本作は雑魚狩りよりもはるかに馬味な経験値稼ぎがあることから、雑魚戦を最小限にするのが狙いです。おっとここで初戦闘です。殴り。スキルとは一体？このミッションは探索よりも地図書きに時間がかかるため、地図書きの手を止めない戦闘を心がけます。撃破。ふん、雑魚か。スキル振りに戻って、プリンスのロイヤルベイルは、ターン終了時に自分の HP が全開だと味方全員の HP を回復するスキルです。後手メディカを全体回復にする運用をします。ゾディアックのダークエーテルは一列の TP 消費を例にするスキルです。運用については進化を発揮するときに説明します。ゾディアックの炎の聖術は炎属性攻撃です。第一階層の雑魚の多く、特に大山猫の弱点をつけることから炎にしています。ありがとうございます。
さて現在、上画面の右下にあるエネミーアピアランスが真っ赤で、ここで敵の戦闘、1ターン無抵抗で敵の攻撃を許してしまいます。まだ敵の弱いこの段階なのが不幸中の幸い。先制されたのでゾディアック2が炎の聖術を使っています。RTA 特有の臨機応変。無事撃破。ふん、雑魚か。衛兵のところに戻りまして、地図を報告。一発合格で追試はありませんでした。めでてー。では帰るぞ。早速元老院でミッション報告。どうやって羽を手に入れたのかよく覚えていないのだ。経験値 300×5。元老院特有の経験値はいつもうまいな。量が多くて時間も短い、効率の良い稼ぎだ。ミッションを報告したら港で公開のお時間です。イケメンおじいちゃんが船をくれました。船の名前は、ナイトハルトです。大海原に夢を見ても、船底に張り付く元の戦いのような地味で地道な作業を忘れないように、との戒めから、も、にしました。ここから世界中の迷宮シリーズでも、3、特有のシステム、公開を進めていきます。公開は資金稼ぎ、クエスト、大公開クエストのために行います。スカンダリア灯台、トルプーガ島、アユタヤに到達し、イサナカリをします。さて、ここからただ船を進めるだけの時間が続くので、早速ですが、ノーカリンの解説コーナーに移ります。わおわおー。わおー。では、まずは先ほどの残りから。先ほどミッションで馬味な経験値が入りました。これが先ほど述べた、雑魚狩りよりはるかに馬味な経験値稼ぎです。ミッションや、酒場で受けられるクエストを達成すると、経験値が手に入ります。これで戦力を整えることで、雑魚狩りを大幅に省略することができるのです。この、戦力を整える、というのが次のテーマです。世界樹さんにおいては、我らがファーマーの安全歩行により、その気になればエンカウントを例にできます。したがって、雑魚処理用の戦力が必要です。不要だ。ボスさえ倒せれば良いのです。ボス戦の戦力についても安全歩行が軸となります。雑魚と戦闘せずに探索できるならその方が早いので、できる限り雑魚戦を必要としない戦力調達をすることになります。雑魚戦が必要な戦力とは、具体的には装備です。装備には雑魚ドロップにより購入可能になるものが多くありますが、体に触るぞ。これらを前提としたチャートを極力避けます。雑魚戦を必要としない戦力調達については、その時その時話します。ちなみに、今の話は5の RTA レポートの受け売りです。エンカウント軽減スキルが強力なに、3、5の RTA に共通している要素じゃないかと思います。なるほど。ノーカリン、ありがとうございました。画面はそろそろ公開が終わる頃です。酒場の羽ばたく朝廷ではクエストの受領、報告ができます。このクエストをいかにこなすかが本 RTA の鍵と言っても過言ではありません。今は公開ついでにこなしていた冒険者とイサナカリを報告したところです。お次は公開で稼いだ軍資金を元手にアイテムやアクセサリを買い漁ります。糸3個でクエスト報酬と合わせて5個、メディカ20個になるくらい。ファランクスにバックラー体力の腕は、プリンスとゾディアック1に体力の腕は、ビーストキングの首に運のネックレスを30にかけまして、ゾディアック2に3点ピアスをつけて準備完了。宿は公開の合間に泊まったのが必要です。不要だ。いざ樹海。行くぞ。スキル振りです。ファランクスの警戒更新、プリンスのロイヤルベイル、ゾディアックのダークエーテルと炎の聖術を伸ばし、ビーストキングは毒アゲハ将来2を習得。
第一階層探索は毒アゲハ将来と炎の聖術で進めていきます。これらはラックとテックに依存し、武器攻撃力を参照しないため、初期装備でも効果力を実現できるのです。これが解説コーナーで述べた雑魚狩りが不要な戦力です。先ほど紹介で購入した30ネックレスや3点ピアスにより雑魚の高速処理が期待できます。さて、強化後の初戦闘です。あ、これは逃げですね。え、経験値がしょっぱすぎます。一応レベル4になると大山猫戦が安定しますが、それを考えても逃げです。戦闘もゾディアック2が1ターン目に間違えて防御したせいで、お化けドリアンが生き延び、そのお化けドリアンが盲目にしたせいで撃破が1ターン伸びて実にガバイです。ここで地下2階の前に一旦寄り道、宝箱からブレイバンとフェザーアーマーを回収します。大山猫少しは歯応えのある敵なのか。防御炎、炎の聖術で乱数1発なので、追加で誰かが殴れば落ちます。ふん、雑魚か。山猫の黒爪ドロップめでてー。このメディカはフェザーアーマー装備と同時にすべきですね。私としたことがフェザーアーマーは結構先まで使う防具です。この先のドロップ次第では上位品が入荷しますが、雑魚のドロップに期待してはいけない。ブレイバントは物理攻撃力を上昇させるアイテムです。物理攻撃は大抵武器を必要とするため、本チャートではあまり出番がないのですが、出番があるにはあるので、そこで使います。クジュラーニキオフスオフス、地下11階での足止め、もう許さねえからな。今見えるオレンジのモヤモヤ強敵登場だな。バレル敵で、シンボルエンカウントの強敵です。基本的に避けて進みます。探索しているうちに夜になりました。昼と夜ではエンカウント内容が一部異なり、地下2階では夜の敵の方が圧倒的にうま味なのです。さあ、私と野戦しよう。このエンカはうま味の極み。必須アイテムのカエルの頬皮、落とす森林カエルに、クエスト経験値 300×5 になるムカデの多脚、落とす巨大ムカデ、メディカ、防御、毒カエル、ダクエ、炎ムカデ。ダークエーテルは JP 消費が重い毒アゲハ将来の回数を増やすために使います。 JP を温存したいので、やり、防御、やり、防御、防御、同じくやり、防御、やり、防御、防御。ロイヤルベール起動のために、やり、防御、やり、メディカ、防御。あん、毒アゲハだらしねえな。やり、防御、やり、防御、防御。さあ、待ちに待ったドロップの時間だ。これだからドロップを信頼してはいけない。レベル4になったので、ロイヤルベイル、毒アゲハ将来、炎の聖術を伸ばします。オラン、ピアネキ、テント、アリシャス、貴重な TP 回復アイテムをくれるだなんて、なんて優しい人なんだ。さあ、私と野戦しよう。これもうまじえんか。前述の森林カエルみたい。と、ラック液で毒がぐっそ入りやすいハサミエビ、メディカ、防御、毒エビ、ダクエ、炎カエル。TP 温存のためにやり、防御、やり、防御、防御。ワンモアチャンス。あ、体重 5% は引けません。切れ目から歩数を逆算すると、このぬかるみの上で警戒更新を使うべき。なんだやたら NPC が多いなぁ。一体誰が死んで誰が裏切るんだ。これがわからない。前後、前後。宝箱からマドラとテリアカアルファを回収。
後々使います。さあ私と野戦しよう。リリカ、防御、毒エビ、ダクエ、炎山猫。あーいい、大山猫か草津はるかにいいです。後々のために抜け道開通。地下3階到達時に警戒更新を切って、川沿いの森林カエルや巨大ムカデが狙える区域でインカウントするために、規定の位置で警戒更新をすべきです。チャートにちゃんと書いておきましょう。さあ私と野戦しよう。花見の今円化、ノコギリガタミが鋼鉄の広角を落とせばナルメルセンターより安定します。メディカ、防御、どっかに、ダクエ、炎カエル。アゲハが紙に毒を入れることを期待して、防御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 、炎。えらいぞ、えらい、えらい。毒に任せて全面防御。さあ散歩の霊でもってカエルの頬川、食いを迎え入れて差し上げろ。三度目の正直。あいえ、なんで、なんで6個もドロップ、確率やばいすぎない、ナルメル、先手3ターン連続4連、ウィップリッパーって跳ねるの、やばい、やばいだよ。というか、カエルの頬川、2個目ってことは、クエスト、羽ばたく協定の新メニュー、達成できる。これはもはや、ムカデの多脚、相当では、第1回想事故べぞ、やばい、やばい、強運じゃない。警戒更新、は次の FOE 部屋抜けた後に使うべき。ただ今回は、戦闘前に同僚から回復する時間稼げて、帰ってよかった。果術の起動符とアムリタ回収。これがないとナルメル倒すの無理無理無理。どうもアガタさん、仙台です。ナイトハルトです。二人組のギルド、レントツスクル、アーテリンデトライシュッツ、頭が。さあ、私と野戦しよう。巨大ムカデ、来た、タイタナルムは毒無効なので、メディカ、防御、毒ムカデ、ダクエ、炎タイタン。巨大ムカデはやや毒が通りにくいので、炎の聖術で倒す。闇タイタン、防御、闇タイタン、防御、炎ムカデ。ムカデの多脚。やったぜ。これは来てる。進行速度速いしドロップも全部入手してる。まあそう焦んないでよ。夜は長いよ。毒アゲハ将来1回分の TP じゃどうしようもない。逃げ。ナイス逃げ。今の逃げ損ねてたらハゲありましたね。フラグを立てたので帰ります。では帰るぞ。ああいう勇気はヒップの言う本当の勇気とは別のものだ。いきなりでぶしつけなのだが、我が妻に迎えたい。ギルドで回復アイテムの素材を採取するためのパーティに変更。
クエスト、樹海に潜むムカデを探せ、紹介からの依頼、フキスサブ潮風にも負けず、魅惑の別光色、需要。そして即座に、樹海に潜むムカデを探せ、フキスサブ潮風にも負けず、を報告、サイスパーテのレベルを3に上げます。やったぜ。アイテムがいっぱいになりそうなので、素材等を売却。カエルのホホカは、2個、ヌメッター足、4個なので、素材用に1個ずつ売却しても、羽ばたく朝廷の新メニューを達成できてましたね。レアケースなので、チャートの片隅に書いて、起こった時に参照できるようにするといいんですかね。採取では、小さい花、20個、レアの物騒げ、4個を目標にします。アンラの実が足りなくなることはないでしょう。採取組のうち一人に道草を習得させ、日付をまたいで2回採取することで、合計38回採取できます。そろそろいいものが取れそう、というメッセージが出ても採取を続けると、あーっと、でエンカウントする可能性がありますが、レアを狙います。この採取場では1回目は確実にレアを引け、2回目以降は、あーっと、の可能性があります。あーっと、リスクのない採取では、運が悪いと物騒げ、4個を入手できないので、2回目まではレアを狙うべきです。宿に泊まったら探索パーティに戻しまして、紹介からの依頼、報告、瓶の中の手紙1、を受領、達成、報告。やったぜ。瓶の中の手紙1、報告時にファランクスがレベル6、他にレベル6まで残り経験値700になっていれば、経験値は足ります。やったぜ。樹海に潜むムカデを探せ、を達成できていないと、採取パーティのレベルが足りず採取に2回行くことになり、しかも、紹介からの依頼、の経験値を採取パーティに与えなければならないので、かなり遅れます。その場合、今回の探索で雑魚を買って足りない経験値を補います。また、ここまでにカエルのホホカワを入手できていない場合、地下4階宝箱の解剖用水溶液を使って入手します。戦闘に備えて、本来は回復薬を買ってから来るべきです。ガバですが、今回は全逃げするので大丈夫でしょう。この先、イビルフィッシュプラス噛みつき魚かける4というデスエンカが起こりうる区域があるので、手前でエンカ切りします。今踏んだマスはエネミーアピアランス上昇がくっそ激しいので、このマスの前で引火しないように、さっき少し手前で警戒更新かけてました。敵出るなよ。敵出るなよ。引火切り装置とかした四角んオスオス、引火切りアリシャス。狂乱の角鹿は一撃で殺せないようなぬるい攻撃と逃げの手があまり緩まらない前列混乱しかしないので雑魚よりはるかに安全に逃げられます。補足なことをする。黒積みとの協力はタイムロスなので断ります。普通プレイ者の星に行きな。帰還したらギルドでってゾディアックに。ゆっくり静養なさってください。感謝するぞ。ゆっくり静養なさってください。そしたら、ヒーピーストキングそ、で、ゾディアック1、2、え、へ、プリンス1、2、で、魅惑の別光色、を報告。休養はスキルを振り直せる代わりに、レベルが5も下がってしまうシステムですが、レベル5以内ならノーコストでスキルを振り直せるのです。というわけで早速スキル振り。ビーストキングは毒上げ派将来4とドラミング1、ゾディアック1はエーテル圧縮3、ゾディアック2は雷の聖術7。
プリンス1は、ロザリアの王子だ。1、エミットウェポン。1、HP ブースト。2、KP ブースト。1。プリンス2は、ロイヤルベイル。7。回復アイテムが足りないので補充。ついでに装備も整えてしまいましょう。メディカは30個になるくらいまで。ファランクスに、知恵の書。知恵のピアス。あと、鋼鉄の広角を入手しているので、スパイクドレザー。ゾディアック1に、知恵の書と知恵の3点ピアス。休養で外れたゾディアック2のテックプラス10装備を戻しまして、プリンス2は、ダガーと体力の腕は、かける3。プリンス1は、ダガー。あれは素で拾うのだ。抜こうなどと考えるな。防御力が高いやつ。ネクタル、10になるまで。フリーズオイル、あるだけ買ってお使い終了。ちゃんと買えたかな。最後の仕上げに、ハンマーヘッド、を倒して、豪華、を入手。続、お姫様の冒険探、に、決死の覚悟、をつけた日、ビーストキング、と、へ、プリンスに、お送り込みます。アルベルト、アルベルトか。ハンマーヘッド戦は、プリンス2のロイヤルベイル、と、足りない分をメディカで回復して前列を維持し、ビーストキング1の毒アゲハ将来の毒ダメージや、ドラミングで悪しき巡林を打ち消してのアルバートの攻撃で倒します。毒アゲハを召喚したら、5、7、12ターン目にドラミング、7ターン目のドラミングに合わせて、アルバートにブレイバント、ドラミングは1ターン目と 5N ターン目に使ってくる。悪しき巡林に対して最大限の効果が出るよう、5N プラス2ターン目に使います。毒が入って、アルバートの7ターン目の行動がウルフハウルになるので、ブレイバントを1ターン遅らせました。状態異常中のウルフハウル、ドラミング、ブレイバント、チャージ、でゆで卵したダメージは、ついに危険な領域へと。当てなきゃ意味がないダルルを300ダメージが泡と消えました。痛いですね、これは痛い。しかも毒が切れた。宮本武蔵が残した、弱ってきたらさらに棒で叩く、のことわざのようだ。おいアルバート、やる気あんのかゴラー。アルベルトだけにしてやってくれ。毒ダメージのペースも悪いので、長期戦必死ですね。ちなみにここまでご覧になられてわかると思うのですが、防御面はくっそ安定しています。終盤の力ためからのシャークラッシュがやや強いですが、後列二人でメディカを投げてれば余裕で戦線を維持できます。ベンジャミン君の予知ディバイドからの、かばわれた毒アゲハがポジを決める流れ。いいぞこれ。ちょっと待って、まだ悪しき巡林、使うほど HP 残ってるの。HP が一定未満になると、5N ターンでも、悪しき巡林を使わなくなるので、シャークラッシュに備えて、ベンジャミンとアルバートにメディカを使っていたのですが、これは。あ、やばい。次も、シャークラッシュが来たらアルバート落ちかねん。とどめの美味しいとこ持ってったけど、君の恥ずかしいスカは全世界に公開されたからね。母国の両親も泣いておるぞ。今回はここまでです。ご視聴、ありがとうございました。ワンセーブで樹海を駆け抜ける RTA の第2部、始まるよ。さて前回、豪華を手に入れて準備が完了したので、ボス戦用のパーティを組んでナルメル討伐に向かいます。パーティは前列ファランクス、プリンス1、後列ゾディアック1、2、プリンス2です。宿で回復しましてボス戦へ。セーブなど不要だ。ではナマズ狩りに行くぞ。
ここで、マルメル、戦に向けて最後の準備。雑魚相手にリミットを稼ぎます。なんでこれから雑魚戦をしようとしてるのに警戒更新使ってるんですか？あのさ、言わな、書かなかった。ナルメル戦ではリミットスキルを使うので、ここでリミットについて説明します。リミットスキルは必殺技のようなもので、各キャラが持つゲージが100まで貯まると使えるようになります。前回手に入れた豪華は敵全体にランダムに3から5回炎属性攻撃をするスキルです。他にもこのターンと移行後ターンの間攻撃力が 1.25 倍になる突撃陣形、HP が0になっても一度だけ HP1 で生き残るようになる、決死の覚悟、を使います。リミットゲージは、真2のフォースなどとは異なり、0からスタートするので、1ターン目に使いたい場合事前に100まで貯めておく必要があります。雑魚戦に時間はかかりますが、その上でハンマーヘッド、戦の時間を回収できるくらい、豪華、は優秀なのです。さらに、が覚えたエーテル圧縮は豪華との相性が抜群です。ナルメル戦ではこの圧縮豪華とダークエーテル雷の聖術で攻撃します。すいません、おじさん、アスナです。いらっしゃいますか？ムロツミと協力するとここで説明が入ってロスります。まずは3個目のアムリタを回収しまして、ダメダメダメ、もうめちゃくちゃ、もう気が狂うほど気持ちええんじゃ。ああ、たまらねえぜ。ナルメルはボス部屋の隅に逃げていくので、抜け道を使って、バックから突っ込んでいきましょう。ナルメル戦。初手は突撃陣形同様、決死の覚悟同様、豪華エーテル圧縮、雷の聖術、防御。さあ何発当たるか。3発。攻烈ラインガード、防御、ダークエーテル、雷の聖術、防御。攻烈ラインガードで、豪華、役の、素が落ちてリミットゲージが半減するのを防ぎます。HP が減ってる、を回復し、攻撃。豪華、3発プラス、雷の聖術、3発で952ダメージを超えるので、潜るのに備えて、その中でぐるぐるしてる。さあ全体必中攻撃のエミットウェポン、で泥から引きずり出してやるのだ。潜った、ナルメル、は、6箇所の穴のうち正解に攻撃を当てると引きずり出せます。たまらないぜ。なので全体必中攻撃のエミットウェポンがぴったりなのです。攻烈ラインガード、防御。ダークエーテル、雷の聖術、防御、で逃げるまで削り、が、ナルメル、に先行して防御して前列を維持し、で回復。前列の HP が満タンでなければ後手メディカで回復し、マッドスローでの前列崩壊を防ぎます。ドバーッ。そ、に、切れ打ち、は、ラインガードを張っていると通常攻撃に確定で耐えられるようになるのですが、きっちり切れ打ちを引いていきましたね。クソ手でスクボバーッ。豪華、3発プラス、雷の聖術、8発で大体逃げラインまで削り切れるので、全員防御。前半戦は無事超えましたが、そ、のリミットが溜まりきってないのが心配ですね。逃げるとお供っぽいのが湧いてきますが、こいつらは乱入してこないので、規定の動きで良ければ無害です。では、後半戦。行くぞ！お願いします。もう一度クソだらけでやろうや。リミットが溜まるまではナルメルを削りすぎないようにします。この間に再度、ソ、が落ちるとグダグダになるので、そうならないようにお祈りします。ほも殴って、ほも殴って。攻烈ラインガード、他4人防御。切れ打ちは心臓に悪い。ごばリミットマックス、
さあ一戦攻勢に出るのじゃあ、ラインガード、防御、豪華エーテル圧縮、雷の聖術、突撃陣形防御。ゴバーッ。これから前に知恵を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 。オイル不足もなんとかなりそうです。後半戦開始後、295ダメージ与えたので、このターンは潜り確定。え、2、フリーズオイル、お使い。そう、再度、エーテル圧縮。へ、2、フリーズオイル、エミットウェポン、火術の起動符、雷の聖術、防御。後半戦で623ダメージ以上与えると、ランダム行動で潜ってくるので、オイルが切れないように立ち回ります。攻烈ラインガード、防御。ダークエーテル、雷の聖術、自分にメディカ、ドバーン攻撃のエイスリッパーに備えて、後手メディカでロイヤルベールを維持します。回復の手数が足りない場合、そう、もう回復に回ります。2回も男地を出した。やはり、大勢でクソまみれになると最高やで。自己ベジのタイムを3分以上上回る好成績、これはちょっとのことではやめたくない。しかし、ナルメル、戦のタイムが、豪華、の回数に左右されるように、本チャートは、ボスの撃破タイムが運でブレまくるのです。クジュラーニキオスオス。当然の結果ね。いいのいいの。そんなに褒めなくても。帰還したら夜まで休憩して、私のプロポーズを受けてくれるな。重要とパーティの編成をしてから、元老院に報告します。ここまでか。もうクタクタで。休養、パーティーここまでか。そ、さらばだ。に、ここの休養やパーティー編成を忘れると、経験値が足りなくて10分単位で遅れそうなので、その場合おとなしくリセットですね。第2回走以降金は余りますが、経験値は相変わらずうまじです。そして、この経験値で本 RTA 最強スキルを習得します。第2階層ではアムリタの素材を採取する必要があるので最終パーティに変更します。その後クエスト妖結古代の呼び声を受領。休養で外れた装備を戻しメディカを打ってアイテム欄に空き枠を作り、テント、ナナコとアリアドネの糸、3個を買ったら準備完了。ではピクニックに。第2階層は、安全歩行と警戒更新を併用して探索していきます。強力だけど燃費の悪い安全歩行を補うためです。さて、ここからは戦闘もなく、ただひたすら歩くだけなので、第2回解説コーナーを開催します。わお、わおわお。わおー。第2回のテーマは、行動速度です。世界樹さんの比嘉の行動順は、行動速度の速い順となっています。この行動速度は、味プラス装備補正プラススキル補正プラス0から5、となっています。なので、スキル補正込みの行動速度が、相手より5以上大きければ確定先行、5以上小さければ確定後行できます。素の味やスキル補正は固定なので、装備補正を変動させて、確定先行や確定後行を実現させます。装備補正で重要なのは、武器最速の探検プラス3と、ダットのお守りより速くなる靴プラス4です。さっきの戦闘では、が、ナルメル、最速の攻撃、マッドスローに先行することが重要でした。マッドスローの行動速度は19から24なので、スキル補正込みの行動速度24が必要です。防御のスキル補正がプラス8、素の味が9なので、装備補正をプラス7以上にする必要があります。軽鎧のフェザーアーマーがマイナス1なので、手袋プラス1、探検プラス3、靴プラス4で強度プラス7を達成できます。
行動速度は、2層ボスのケトス戦で重要になります。お楽しみに。ノーカリン、ありがとうございます。画面では現在採取場に着きました。ここでも、道草、お使い、24回採取を行います。ここの採取場は1回目から、あーっと、リスクがあるので、コマンドミスに注意しましょう。練習すれば慣れます。おらーん、ピアーネキオッサシュー。そういえば極太の喉が欲しいんだよな。すごいよね。だから、みんなにお願いがあるんだ。何やら、この先に信徒の手がかりがあるけど、すでに行かせた他の冒険者たちは帰ってこなかったとのこと。手がかりの確信の源は何なんだ。そしてなぜ自分は行かない。謎が謎を呼ぶ。オラーン、ピアーネキの言動、その真相はこの後すぐ。スクワ、手がかりはない。そしてタイミングよく現れる FOE。 これは、はめられたな。死んじゃうな。もう許さねえからな。何やねその。問い詰めようとしたら、先生撃って脅迫されました。脅迫罪で裁くために、お上にチクリに行きましょう。わかるこの罪の重さ。ラブ&ピース、みんな、ちょっと裁判なんかやめよう。妖怪古代の呼び声を報告して、のレベルは8、うん、美味しい。長い期間7回探索のためにレベル8で取れる安全歩行後が欲しかったのです。TP 回復用のアムリタ、テント、買い忘れに気づきました。なんか混乱してアリアドネの糸、買ってますね。安全歩行、使ってからスキル伸ばし忘れに気づくのず。足りない重歩は警戒更新で補えば良いので実害はないです。さて、また話すことがなくなったので、おなじみの解説コーナーに移ります。ノーカリン、よろしくお願いします。はい、今回のテーマは、チャート比較です。世界樹さんの RTA には、イーストは石の、二人の先人がいます。それぞれのチャートには共通点と相違点があります。例えば、ナルメル、戦、ロイヤルベイル、で回復、大地震、をエミットウェポン、で防ぐ、というのは共通しています。イースチャートでは、サンダーバラージ、も併用しています。一方、攻撃手段は三者三様です。イースは、アムリタ数が3個限りなためか、バリスタの通常攻撃をメインとしています。ワイシは、バリスタの通常攻撃に加え、ゾディアックの雷の聖術を足して火力を高め、ウィップリッパーのリスクを減らしています。ただし、TP 消費が激しいため、間にテントを挟んでいます。レベルは、E 氏は全員7、Y 氏と私は全員6です。ナルメル戦は、レベルも低く、TP 切れによる罪も発生しうる本チャートが最も危険でしょう。しかし、ナルメル戦の戦術は、第一階層の探索、特に、必要なドロップアイテムに影響します。これが探索チャートと必要ドロップアイテムです。イーストワイシのチャートでは、バリスタの武器を買うためのドロップが必要になります。特にイーシチャートでは、解剖用水溶液は武器のために使うので、カエルのホホカワに使うことができません。つまり、ナルメル戦が危険なチャートほど、道中ドロップが安全なのです。結局どれが一番安全か。一方、タイムは、E 氏、Y 氏が50分程度に対して、この記録では41分台と、10分近く縮めています。先駆者型の RTA から6年経ってるし、本チャートは先駆者型のチャートをベースに作っているので、また何か比較するかもしれません。ありがとうございます。現在、探索を終えて、次の深海の殺戮者戦に備えるところです。深海の殺戮者は、全体攻撃の引き先を連発してきます。階層ボスに備えたパーティではとても耐えられないので、豪華で瞬殺してしまいます。うん、惜しい。そのためのクエスト経験値、あとそのための3点ピアス。うん、惜しい。ここでケトス戦の装備までしてしまいます。
深海の殺戮者は、ゾディアックがデックプラス10装備してればあとは何でもいいです。クエスト達成のために樹海に行く必要があるので、その際にリミットためもしてしまいます。スキル振り、が、エーテル圧縮、得意点定理、を伸ばし、て、が、炎の聖術、を覚えます。ここで緊急オリチャー発動。この戦闘をトイレ休憩とします。A ボタンを固定して放置。まだ開始から1時間も経ってないのに、お前の暴行ガバガバじゃねえか、と思われた方も多いと思いますが、実際その通りです。言い訳させてもらいますと、これ、もともと一層の練習で、本層にするつもりなかったんですよ。それがドロップかミスもなるメルセン事故で3分更新とかいう豪運を引いて、上挙予定変更したわけです。練習は本番のつもりでやれって、身に染みましたよほんと。あ、やっと戻ってきた。ロスは、36、人間の集中力は1時間程度らしいので、戦略的休憩にかかるコストと思えば、安い、安くない。この後のガバのない見事なプレイ。見とけ、見とけよ。あのさ。うん、おいしい。防御の号令、6を習得。深海の殺戮者は、1ターン目から、引き裂き、を使うことがあり、これを確定で耐えるのに、防御の号令、6が必要なのです。では、オラーン、ピアーネキを食器に。おっと、リミットをつけ忘れるとハゲ直行です。気をつけましょう。深海の殺戮者、戦の戦術は、先駆者を二方と同様に、豪華、で瞬殺します。しかし、本チャートは、ハンマーヘッド、戦を前倒しにしたおかげで、勝率がほぼ 100% となっています。E 氏、Y 氏ともに、深海の殺戮者前のタイミングでハンマーヘッドを倒しています。その際、ゾディアック二人の炎の聖術、で倒しています。従って、炎の聖術、1のために、スキルポイント2をエーテル圧縮、得意点定理、以外に振らざるを得ません。本チャートでは、のスキルをすべてエーテル圧縮、得意点定理、に回せるため、火力が高まり、瞬殺が安定するのです。さあ、豪華に特化したレベル11の与えるダメージ。見とけよ。突撃陣形殴り、決死の覚悟攻烈マドラ、豪華エーテル圧縮、炎の聖術、防御の号令。3発でも1326ダメージ。うん、危うくオラーン、ピアーネキとの直接対決になるところでしたが、寄生クジラが俺の獲物だと言ってくれたおかげで助かりました。おまけに立派な玉までもらいました。これはもう全力で戦って友情を育むしかねえな。クジュラー2機オフスオフス、こんな立派な玉もらったよ。とりあえず元老院に報告しまして、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。雑魚戦レイプ、ピクニックとかした RTA の第3部、始まるよ。前回、オラーン、ピアーネキを取り逃がすも、立派な玉を献上したら経験値くれました。おいちい。玉をくれた、ケトス。先輩は全力バトルをご所望なので、友情を育みに行きましょう。スキル振り、が、採取、5、あ、が、フリーズガード、10。が、炎の聖術、1。で、が、得意点定理、4、エーテル圧縮、1。え、が、予防の号令、3、リセットウェポン、1。ケトス、先輩とのガチバトルを安定させるなら、フリーズガード、10を習得できる、レベル13が必須だと思います。5、
個、アムリタ15個、ネクタル10個、テリアカベータ7個、メディカ4個になるまで、とチャートにあるので、残りアイテム数確認してますが、何個購入として、アイテム数確認しなくても良いようにチャート組むべきですね。ケトス、1000までの時間に、ケトス、について解説します。ケトスは、効果力低迷中の全体攻撃オーシャンレイブを、全体睡眠の大いなる調べ、前列足封じ不可の凍える引き波、単体麻痺不可のグランドベリーで回避不能にして当てるというコンボを持っています。特に、大いなる調べで眠らされると、行動できないまま昏睡レイプされてしまいます。そこで、予防の号令で睡眠を無効化します。また、前列足封じ不可の凍える引き波は、封じ以前に低レベル貧弱防具では即死級の火力なので、フリーズガード、銃で無効化します。グランドベリーも単体即死攻撃と化していますが、ネクタルで蘇生すれば問題ありません。また、レベルが低いせいで、スノーオーシャンレイブが低確率で命中してしまいますが、一人程度ならネクタルで立て直し可能です。今述べた対象を実現させるのに、前回解説した行動速度が重要になります。ケトスの攻撃のスキル補正込み行動速度は、大いなる調べ20、オーシャンレイブ10、他15です。ネクタル、蘇生やアムリタ、DP 回復を確実に行うためには、すべての攻撃に先行する必要があります。つまり、アイテムの行動速度25が必要です。アイテム役は、安全歩行でスキルが埋まる、が行います。アーマーレベル12のスの味は12なので、装備でプラス13する必要があります。行動速度を最大限に伸ばす装備は、探検プラス3、靴プラス4、ダットのお守り、プラス 3×2 で、強度プラス13です。さらに、ダットのお守り、で味が上昇することで、オーシャンレイブ、のスの命中ガレイになります。生存能力を高めたファーマーが臨機応変に対応することで、ケトス、戦を戦い抜きます。また、の行動速度も重要です。の予防の号令が大いなる調べに確定で先行する必要があります。必要な行動速度は25です。予防の号令のスキル補正はプラス6。プリンスレベル13のスの味は13なので、装備でプラス6以上する必要があります。また、は、ケトスが一定ターンで使ってくる潮吹きをリセットウェポンで打ち消す役割も担っています。こちらは確定航行を取りたいです。潮吹きのスキル補正込みの行動速度は21なので、リセットウェポンのスキル補正込みの行動速度を16以下にしたいです。リセットウェポンのスキル補正はマイナス3、素の味は13です。先生、僕、弾とか舐め出しましたか？パック好きなんですね。したがって、装備補正を6以下にすると、確定航行が実現できます。予防の号令が大いなる調べに確定先行する。リセットウェポンが潮吹きに確定航行する。両方、実現できる唯一の装備補正が、プラス6なのです。唯一プラス6の装備補正でぴったり両方実現できる設定は、偶然にしてはあまりにもできすぎている。そして何よりも、潮吹きのスキル補正がプラス6になっているという作為の後。アトラスはこの縛りを見抜いていた。さて、装備補正プラス6は突剣プラス2と靴プラス4、または探検プラス3とダットのお守り、プラス3で実現できます。どちらの組み合わせでも、残り2枠を運のネックレスにした時のオーシャンレイブの巣の命中率は 1% なので、どちらでも良いです。まとめると、ケトス、戦の戦術は次のようになります。まず、あ、が常時、フリーズガード、銃で凍える引き波を貫通します。また、え、が予防の号令を巻くことで、大いなる調べを無効化します。単体攻撃を受けた場合は、ん、が先行、ネクタル、で蘇生します。ん、が移った場合は、え、が蘇生。TP が切れると一瞬でハゲが見えるので、ん、が適宜先行アムリタで TP 回復。攻撃は、
圧縮豪華、と、リセットウェポン、で、潮吹き、を打ち消しての、炎の聖術、で行います。ケトス、戦は持久戦ガチバトルとなります。タスさんに習って速攻撃破も考えたのですが、豪華、3発前提では火力が足りず、お蔵入りになりました。世界樹さんは炎氷雷属性バフデバフが少ないのがきつい。なので、この戦術は E 氏のものをほとんどトレースしています。無慈悲行進兄貴の革新的な戦術を待ってます。さて、そろそろボス部屋です。それでは実戦と行きましょう。わぁ、開いてんじゃん。何時に祝福あれ。初手は、潮吹き、固定。突撃陣形防御、決死の覚悟防御、豪華エーテル圧縮、エーテル圧縮、リセットレポン。かの者にカオスを。残儀せよ。さあ、何発。オムラオムラ三発。防御、フリーズガード、エーテル圧縮、炎の聖術、防御。自由な手数を獲得するために、ゾディアック2人は、交互にエーテル圧縮、するよう心がけます。オムラ防御、フリーズガード、エーテル圧縮、炎の聖術、予防の号令。HP 的に、我が先霊を受けよ。炎の予防の号令、いらないです。電卓の導入も改善点ですね。このターンも潮吹き固定なので高速リセットレポンで解除。あ、ニャムリタ、フリーズガード、エーテル圧縮、炎の聖術、前列予防の号令。愚か者め、我が先霊を受け。万事のオムラーレ。フリーズガード、炎の聖術、ミネクタル、そ、ニャムリタ。忙しい時はゾディアックも回復に回ります。何時の魂を使う。オムラーレ。え、ニャムリタ、フリーズガード、エーテル圧縮、炎の聖術、高熱予防の号令。オルカモノメ、何時の魂を使う。オムラーレ。役を的確に落とすのはやめろ。繰り返す、豪華、役を的確に落とすのはやめろ。悔い改めよ。愚か者め、汝の魂を救わ。潮吹き固定なので、え、にメディカ、防御、エーテル圧縮、炎の聖術、リセットレポン。汝の魂を救わ。浄化せよ。オムラーレ。そ、が落ちたので、で、で、豪華を打ちます。で、はスキルを振り切ってないので、威力には利減です。他の者にカオスを。愚か者、我が洗礼を受けよ。汝の魂を救わ。オムラーレ。行くぞ。オムラーレ。オムラーレ。4発で、で打たされた分を取り戻した感じです。あれ、さっきのターン、エーテル圧縮したっけ。それとも炎の聖術だった。愚か者め、汝の魂を救わ。我が洗礼を受けよ。オムラーレ。オムラーレ。低レベルなせいか、炎の聖術は割と光ります。愚か者め、汝の魂を救わ。我が洗礼を受けよ。オムラーレ。なんだかんだ順調ですね。よきかな、よきかな。愚か者め、汝の魂を救わ。オムラーレ。この倍数ターンですが、HP バーが赤いので、潮吹き、ではないです。愚か者め、我が洗礼を受けよ。汝の魂を救わ。オムラーレ。未練、大いなる調べ、で前列が眠ったので、え、が、予防の号令。我が洗礼を受けよ。オムラーレ。後列に、予防の号令、がかかったので、え、もうアイテムに回ります。何時の魂を救わ。何時の魂を救わ。リカバリ完了。 HP 26% 未満で睡眠状態のキャラがいると凍える引き波は来ないので、前列は安定します。愚か者、我が洗礼を受けよ。見て、遅れたようだね。オムラ、せっかくのガチバトルなんだから、もっと冒険者を追い詰めて、ほら
HP 残りわずかなので、そ、は、炎の聖術、すち。愚か者。我が洗礼を受けよ。教えますわ。オムラー、オムラー。ああ、大事なとこで外しやがったー。HP 残り1発分だけど、ラスト1ドットだし、これで削りする。他の者にカオスを。愚か者。我が洗礼を受けよ。オムラー、ああ、また外しやがったー。これはもう好む好まざるに関わらず総力戦の時、アムリタがブのみで押し切れーって、がリミット溜まったけどもったいない。緊急オリターで、次の戦闘のリミット溜め省略に回す。アムリタ、残り2個しかねー、知ったこっちゃねー、の TP も回復してミスを全力でケアせよ。我が洗礼を受け、何時の魂を救う。何時のカルマ救いがたし。アマちゃんがよ、いい的だったぜ。アムリタ、お4個ほど余計に消費させられましたが、目標20個に対して24個採取したので足りるわずです。トンネルを抜けると都だった。オラーン、ピアーネキ。あ、そうだ、次の戦闘、初手、豪華、に突撃陣形、乗せる必要あるんだった。あ、のリミットマックス。これは緊急オリチャー通りそうですね。我ながらナイスな起点。ここで追加登録。し、の、を召喚します。というわけで、追加出場枠の一つは忍びでした。もう一つは次パートかな。パーティオ、ひ、そ、て、し、の、にしてミッション報告。リミットが減らないよう、宿はカットします。おばあちゃん、いつも経験値。さて、2層をクリアしたことで、サブクラスが解禁されます。通常プレイでは、将軍のサブにパイレーツをつけて、二刀流、我流の剣術、で一気当選、する、アンドロのサブに忍びをつけて、暗視、潜伏、雲隠れ、で回避率を 150% にする、など、いろいろ悪用できます。しかし、本チャートでは、一人で二つの役割を持てるようになる、スキルポイントが5増える、の面が大きいです。実際、次のノンケ戦では、安全歩行、以外サブクラススキルの出番ないです。さて、そのサブクラスですが、現在探索パーティなので、で、にファーマー、にプリンスをつけただけです。ケトス戦で、で、のスキルポイントを余らせていたのは、ここでの安全歩行、5習得のためですが、が落ちるリスクを考えると、余らせておくのが良いかは要検討ですね。再びピクニックのお時間なので、ここでコメント開始を。では、早速。殿下の声でかすぎー。あれ狂うハローの果てとかいうクッソ名曲が音量低くて聞きづらい。そ、他音量関連。すまぬ。すまぬ。また音量がバッててくさ、と音量関連。音量確認はしてるんですが、そもそもウプ主の耳がガバってる可能性がギレソン？スキュレイ道場とか、やらないんですか？他再現関連。再現ありだとタス動画と同じことができます。それならタス見れば良いので、状況再現なしにしました。これ手元どうなってるんですかね？右手で地図を書きながら左手でゲームを進めていくなんたる技前。ご指摘の通り、右手で地図書きながら左手で移動、戦闘しています。十字キーと A ボタンを往復するときは、意識が左手に行くせいで手が止まってたりします。今のステップは猫回避。そうだよ。累積耐性を考えても毒全然入んねえな。データの数字は、計算された状態異常確率に耐性分の数字をかけて最終的な確率にする、というものなので、実際にポジが 55% とか入るわけではないです。右枠わかりやすくていいな。ガバタイマーに罪状を加える工夫プラスいいよ、来いよ、剣。嬉しい。嬉しい。ビッグビル君は帰って、どうぞ。ビッグビル君が出ないのも夜探索の理由の一つです。あいつ固くて痛い。知識すごいなぁ。どうやって調査してるんだろ。データは、世界中の迷宮参考約1組調式を、そのまま使ったり解釈したりしてます。ボスの行動パターンは、エネミーハント8動画から使ってます。アリシャス。街に戻ったのでこちらも本編に。パーティオ、あ、ひ、へ、そ、て、
にします。そうしましたらシントでサブクラス。スキルポイント5が目当てなので、サブクラスは一番上にあるプリンスでいいです。プリンスはサブをウォリアーにしますが、サブウォリアーは参照されません。スキル振り。あ、は、ガーディアン、4HP ブースト、1で物理耐久を伸ばします。ひ、は、ポジ上げ派将来、10、中央マスタリー、7でポジに特化します。へ、は、ロイヤルベイル、10、防御の号令、4で、防御と回復を担当します。そ、は、エーテル圧縮、得意検定理、を5にし、炎の聖術、を7まで伸ばします。リミット温存のため、宿には泊まりません。アイテムを買う必要があるので、ネイピア支店に。衣も草、一つはクエスト達成のために残し、採集した素材を売ります。ケトス、戦で底を突きかけた TP 回復アイテムとネクタルを補充、ノンケ戦のために対抗リミスト、メディカ、三層探索のためのアリアドネの糸、テントを購入。糸めっちゃ余ってますね。まあまあええわ。シントに来たついでにクエスト、瓶の中の手紙に、おすすめておきます。では、のんけを成敗しに。フカレディと、フカビト、戦では、フカビトが1ターン目に超高確率で使ってくる、カバウを逆用して、効果で、フカビトを瞬殺する戦術を取ります。1ターン目のフカビトの行動がカバウ以外でフカビトを1ターン撃破できないとほぼハゲるのでリセットします。なのでここでセーブをします。記録狙いならセーブなしも考えられますが、2時間半切り録画ミスの後の再走で2連続でカバわれずを達者して心が折れました。1ハゲしてもロスは2分くらいなので、1ハゲ程度なら2体相手にガチ準備するより1ターン目フカビト撃破前提の方が早いと思います。フカレディ1体になってしまえばゾーンアイシクルをフリーズガード10で止めて、通常攻撃をロイヤルベイルで回復していけば問題なく倒せます。ただしフカレディは炎氷雷耐性が高く、ゾディアックでは火力が出ません。一方、ポジ耐性は 50% とそこそこなので、ポジ上げ派将来をメイン攻撃とします。この戦闘は、ポジの持続で撃破時間が左右します。ボス撃破時間の運ゲーからは、部屋の前のマスを踏むと即戦闘なので、ここで HPTP 回復をしておきます。オラーン、ピアーネキ。もう許さねえからな。いざのんけ征伐。やっちまうぜお前。やっちゃいますか。やっちゃいましょうよ。かわいいな。初手はカバウで。お願いします。突撃陣形ミスト、決死の覚悟ポジ上げ派将来、前列防御の号令、豪華エーテル圧縮、高烈ダークエーテル。初手カバウ。ありがとうございます。ここでミストを巻くのがワンポイントテクニック。じゃあ死のうか。フカレディが初手確定で使ってくるディスエレメントは炎氷雷耐性を上げますが、耐性バフランを耐雷ミストで上書きすることで豪華が元の耐性で通るのです。フカレディ1体にしたら毎ターンフリーズガードでゾーンアイシクルを無効化して、前列防御の号令とへの最大 HP を保ちます。ひは相手にポジが入るまでポジ上げ派将来を続けます。 TP はてのダークエーテルで肩代わり、ポジが切れても即ポジを入れ直すポジ上げ派くん。順調に HP を削ってますが、これ順調すぎて次の戦闘のリミットがたまらなさそうですね。
このターンの毒で撃破できますが、そう、はリミットを貯めるためにエーテル圧縮を使ってます。のんけは滅びた。めでてー。やったぞ。この会話で一番上を選ぶと、のんけが再び襲いかかってきて励ます。注意しましょう。じゃ帰りましょ。ゲートキーパー、線に向けて、を休養させ、パーティを、の、にします。そしたらシントに行ってミッション報告とサブクラス。ようやく、深人とやり合うため、100年前に都を沈めた。サブクラスは、にプリンセス、の、にファランクスをつけます。クエスト達成のために、に採掘、1を習得させ、ついでに、ラインガード、10と防御の号令、8も習得させます。さて、ここから地下11階と街を往復する作業に入るので、ルート分岐について説明します。世界樹さんはストーリーが、カイトルート、シントルート、新ルートに分岐します。なので RTA でも算数のレグレーションがあります。このうち新ルートは、追加イベント、追加フロアがある、ボスがクソ強、なので一番遅いでしょう。残るカイトルートとシントルートの違いは、戦うボスと解禁されるクラスです。カイトルートのボスは封じを得意とし、シントルートのボスは状態異常を得意と得ています。また、カイトルートのラスボスは2体同時で削る必要のある HP は7760、シントルートのラスボスは連戦で HP は合計25200です。第一印象では、HP は低いけど敵が似てで対処が忙しいカイトルート、HP が高いけど対処は比較的容易なシントルートといったところでしょうか。解禁されるクラスは、カイトルートでは将軍、シントルートではアンドロです。将軍は、行動順に関連するトリッキーなバフもありますが、なんといっても二刀流や地染めの主槍による火力が魅力のクラス。特に、一騎当選は世界樹産屈指の高火力スキルです。また、食いしばり、解釈、などのパッシブも有用です。アンドロはメイン専用のクラスで、自身の封じ状態に依存するスキルを特徴とするクラス。ペイントレード枠で武器を要しない HP 砲や枠こそ使えど裏ボス瞬殺すら可能な殺虫屈指の高火力技シュートが魅力です。との差はざっくりこんなところでしょうか。なるほど。さて現在ちょうどルート分岐点です。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ヘッドホンを着用しての大音量視聴が推奨されない RTA 動画の第4部、始まるよ。前回、ルート分岐に差し掛かったところですが、ここでカイトのミッションを受けます。つまり、カイトルートです。ですが、いずれのルートでも次に戦うボスは、ゲートキーパー。なので、まずは、ゲートキーパー、戦の準備をします。のんけ戦前にセーブするチャート変更のせいで、達成するクエストを2つ減らしてます。そのせいで、のレベルが19予定のところ18止まりに、攻撃に耐えられるかどうか心配になったので、の防御の号令を9に伸ばしました。これで、ジョディアック2人はエーテル圧縮、得意天帝入り、炎の聖術を伸ばします。そしてクッソ汚い忍者は、忍びスキルガンスルーで、オーバーガード、5、挑発、6に振ります。ゲートキーパーは、昏睡レイプを仕掛けてくるケトス先輩とは異なり、って感じで攻撃一辺倒ですが、その分攻撃が激しいので、忍者とナイトを両方備えて盾役にします。スキルを振ったら、焦点で装備を整えます。盾役3人に盾を装備させ、味の低い、は、ラットのお守り、で、ラインガード、が、現地走破傷、に先行できるようにします。
あ、木枠作るためにいらないアイテム処分してますが、チャートをちゃんと詰めれば処分不要になりそうですね。ネクタル、は使わないし、アムリタ、マドラ、は4層も見据えて在庫の限り買い込むので、この所持数確認はタイムロスですね。すいません、君の下ですけど、まだ時間かかりそうですかね。まとめ買いできないよ、タイムに響く。タイムに響きます。パーティを変えたのでリミットセットも忘れずに。いざボス戦。ゲートキーパーには、集合形態と分散形態の2つの形態があります。このうち、分散形態は、単体攻撃と分裂攻撃しかしてこないので、挑発で攻撃を引っ付けてオーバーガードで無効化します。集合形態は、全体攻撃の電池走破傷を使います。前列はオーバーガードで無効化し、後列は防御の亡霊、ラインガード、後列補正で威力を約 15% まで軽減して耐えます。ゲートキーパーは、固定ローテーションかつ7ターン中3ターン攻撃してこない、クッソガバガバな行動パターンなので、回復等は手が空いた時で追いつきます。攻撃は、ケトス、前と同様に圧縮豪華、圧縮炎の定術で行います。集合時は全身が生還体になり全属性2倍なので、集合時のみ攻撃します。ダメージ床の回復を済ませたらいざボス戦。防御、防御、攻烈防御の号令、エーテル圧縮、エーテル圧縮。前列相互にオーバーガード、攻烈ラインガード、炎の聖術、炎の聖術。このターンは分散の準備。挑発、挑発、防御、炎の聖術、攻烈学へ。前列相互にオーバーガード、攻烈防御。分散時はこれの繰り返しです。このターンは集合なので防御、防御、突撃陣形攻烈マドラ、豪華エーテル圧縮、エーテル圧縮。うん、さあ何発、4発、ここでローテ1周して1ターン目に戻ります。なのでこちらも同様の行動、完全ローテなので弱点要素は。分散時の攻撃は、挑発を2枚並べれば全て前列で吸えます。TP が減ってきてるので、暇な攻烈が適当に回復。本的に分散時は攻撃しませんが、事前にリミットマックスでない場合、リミットを貯めるためにソは炎の聖術。完全ローテなので2周目以降喋ることないですね。完全パターンのアルゴリズムの穴を人間に突かれる機械くん、かわいい、かわいくない？狙い通り、
このターンに、そう、のリミットがマックスなので、圧縮豪華、を。落ち込んでやるぜ。さて、今度は三発。まあまあええわ。相手が虫の息なのでちょっと考えましたが、いつも通り次の集合を待つことに。集合時の確定ドロップ素材からできる武器を使うつもりだからです。完全パターンだと戦闘も楽ちんちんちんですね。さて、ここまで圧縮豪華、圧縮聖術をメインカロットとしてきましたが、ここから先のボスは得意点手入りが効かず、ゾディアックでは火力不足です。そこで最後のメンバー加入を忍びとファーマーラファーマーを登録します。ついでパーチ編成しのおとらにします。休養も忘れずにそでしのの4人です。そしたら酒場に行き、達成しておいた宝飾品職人からの依頼を受領、報告します。また達成が容易でうまじな干木の木の実を受領します。最後に元老院でミッションを報告。いつも経験値なかなかやるじゃない。素敵なお賽銭箱はそこよ。奉納していってね。うん、おいしい。あーうめえな。将軍の出番はナイス。第4階層も例によってピクニックですが、ショートカットのために異界の強行兵を倒します。なので議会の強行兵専用のパーティを組みます。そしておのです。そうしましたらシントでサブクラスとスキル振り。おらーん、ピアーネキオフスオフス、正義の刃覚悟しな。あ、でも今はサブクラス。お願いします。そにファーマーしにプリンセスてにプリンスおにプリンセスのにウォリアーをつけます。というわけで、追加出場枠の2個目はウォリアーでした。なので、登場しないクラスはパイレーツ、モンク、バリスタ、将軍、アンドロです。息してる？スキル振り。そ、は、安全歩行後、ダークエーテル後、TP ブースト7。し、は、サルトビ後。で、は、攻撃の号令銃、エミットウェポン銃、TP ブースト1。お、は、サルトビ5、おきとり銃、アームズ1。の、は、煙の末1、スキマスタリー1、チャージ5、強戦士の機械銃。スキル構成からわかるように、異界の強行兵、戦ではエミットウェポンをメイン火力とします。エミットウェポンは、チャージ攻撃を毎ターン撃てるのが強みですが、低レベル進行では、砲弾薬と報酬薬でスキルポイントの負担が分散されるのもありがたいです。ネイピア視点で装備を整えます。はテックプラス重装備。そは運のネックレス ×3 でラックプラス9でおもラックプラス9装備。
敵の先制率を少しでも減らすためです。砲台役となる、の、には、力の指は、スカケル3と、ゲートキーパー、の素材から作られる、ドランボルレグ、ソ、ニッタガー、を装備。キリン、に対して、ダークエーテル、を確定先行させるためです。最後に、控えの、と、ラ、を、ピッチフォーク、運のネックレス、かける3でラックプラス11装備にします。ここのアイテム処分もカットできそうですね。走った中で、この時点でアムリタ5個は最小なので、ちょっと動揺しています。この先のボス戦は、回復アイテムの量が勝率に直結するからです。勝手に入って。近づみを使うまで少し時間があるので、恒例の RTA 視点でのクラス単調をします。わーわーわおー。わっぱっぱおー。最初のクラスはプリンスプリンセス。物理アタッカーでないのにクラス選択欄の一番上を占めるなど、公式から圧倒的優遇を受けてるバフ職です。そのためか、攻防の有能なバフのみならず、強力な全体攻撃やコスパ最高の全体回復を有し、本 RTA においても単なるバフ役を超える活躍をしてくれました。特に1層2層は、プリンスなしではまともにチャートが組めないほどの大活躍ぶりでした。終盤は、固有スキルやステータスが火力に貢献しないせいで、通常プレイと同様に安定のサブクラス域。しかし、サブでも強力なスキルでチャートを支えてくれました。さらにはイラストアドでモチベージにも貢献する隙のなさ。主人公特有の器用万能、誇らしくないの。地下14階に着きました。異界の強行兵を倒してショートカットします。お邪魔するわよ。先生はやめてください。何でもしますか。ペ。アマちゃんがよ、攻烈ダークエーテル、サルトビ、攻烈攻撃の号令。にお一人、挑戦士の機会。死にましたサルトビ、攻烈攻撃の号令。死にお一人、挑戦士の機会。サルトビ、防御。死にお一人、チャージ。残念ね。用意はできてる。攻勢に出ます。防御、エミットウェポン、ショックアームズ、チャージ。プライベート。スクエアさ、サルトビ、エミットウェポン、ショックアームズ、チャージ。プライベート。スクエア！なかなかやるじゃない。プライベート。スクエア！あんた、生きてる？プライベート。スクエア！先制されたりターゲットがお一人からそれたりすることなく無事撃破。めでてー。よかったわねー。ここから長い長いピクニックのお時間なので、皆様のために、こんな動画を、ご用意しました。このように、異界の強行兵、戦では敵の先制があり得ます。先制から2連、ディープスラッシュ、がサイクズーンパターンです。その場合の立て直し方を説明します。まず、4ターン目のカウンターまでサルトビ。4ターン目にサルトビ役を蘇生。隊列変更のため、一度アームズ役を寝かせます。そしたら8ターン目のカウンターまでサルトビ。8ターン目にアームズ役を蘇生します。サルトビ、お一人。ここで攻撃が後列に来ると11ターン目までサルトビ連打です。お一人が入ったら、アームズ役が砲台役、エミット役の順で蘇生します。という風に立て直しできます。微妙に時間が余ったので、クラス単調の続きとしましょう。2つ目のクラスはウォリアー。剣と土の2系統の武器スキルを持つ、正方派物理アタッカーです。手があるけど効果力を叩き出せるスキルで特化パーティを組んでも、使いやすいスキルで無難なアタッカーにしても、どちらでもちゃんと強いです。父
しかし、RTA では、攻撃に武器が必要というのが厳しく、出番は確定ドロップのあるゲートキーパー、前直後のみとなってしまいました。RTA と相性が悪い中、エミットウェポン、とチャージ、の相性がよく出番が与えられた、というのが想像でしょうか。さて、画面は、キリン、全パーティでミッションを報告したところです。パーティは、ゾディアック、忍び、ファーマー、なんだこのパーティは、たまげたなぁ。ようやく、恋する妹は切なくて、お兄ちゃんを思って不老長寿になっちゃったの。ようやく、深人と信と共に正面作戦をしてこい。じゃ準備しましょ。まずは酒場で、ことを語る手法、を授業。本来なら地下14階左上を探索するクエストですが、視線度に3000円を献上しても達成できます。ハーレスも守ってるわけ。仮面なかなかやるじゃない。装備はさっき整えたし、アイテムは3層で買い込んだので、もう用はないです。そしたら監獄の木の実、ことを語る秘宝を報告。これが最後のクエスト報告です。まっま今まで経験値。ありがとうございます。うめえな。レベルは、死が21、他が19。地下14階ショートカットにより、先駆者チャートよりレベルが2低く、運による撃破時間のブレが増えてます。スキル振り、そ、に HP ブースト1と TP ブースト10。死に肥後の号令銃と煙の末に。ら、にもフローとして、サブクラスつけてないことに気づきました。あのさ、ゲノゲだな。ファーマーのサブはビーストキングです。ビーストキングが得意な封じや状態異常は、累積耐性の使用と相性が悪いですが、2つ抜け道があります。その一つが今習得してる、ケントラ将来、の即死。死んだら累積も関係ありません。というわけで、と、ら、には、ビースト機関、1、ケントラ将来、7を習得。ちなみに抜け道のもう一つは、騎士王将来、のスタン。スタンには累積耐性がないです。準備万端、いざボス戦。ボスまでの道中で、キリン、の解説をします。キリン、は、封じ数に応じて威力が上がる、心拍、を軸に、封じ負荷全体物理攻撃3種、カウンター3点封じの帝王の誇り、でこちらを封じてくる、というボスです。また、火種に応じて威力が上がる、報いの炎、も広範強力で、封じの行動制限もありなかなか厄介なボスです。しかし、キリン、が心拍を使う条件は、封じ数によりますが、HP 91% 以上だと、パーティ全体で頭、腕、足がそれぞれ1人以上封じられている、です。この条件はなかなか満たされないので、即死のみを狙いダメージを与えなければ、全体物理だけで対策が済みます。そこで、死が、サルカビ、で前列を維持し、報いの炎、ターンの、肥後の号令、で後列を回復します。攻撃は、ダークエーテル、で TP を肩代わりして、ケントラ将来、を連打します。プジュラー2機、火星。ありがとうございます。これまでの非道。もう許せよ、お邪魔するわよ。後列肥後の号令、後列ダークエーテル、ケントラ将来、ケントラ将来。寒いと思ったわ。何本目に。サルトビ、後列ダクエ、ケントラ、ケントラ。何本目に。あとは、ソ、の頭か、と、ラ、の腕が封じられない限り同じ。こちら。何本目に。即死に頼る、キリン、戦はターン経過で進捗が生まれないので、焦らないよう心を無にするのが重要です。声になので、報いの炎、ターン、肥後の号令。寒いと思ったわ。何本目に。全体物理ターンなので、サルトビ。何本目に。こちら。
何本目に死後の号令が切れるので後列マドラと KP 回復。このアムリタニはミス。決死の覚悟は使わず次に残すべき。50本ぐらい刺さったって知らないですね。何本目にしよう。10ターン目は報いの炎ターン。寒いと思ったわ。こちらなかなかやるじゃない。8ターン目のアムリタニ、いらなかったですね。長引くにしても13ターン目までは KP 持ったので、13ターン目に回復すれば十分でした。ケトス戦のアムリタ、4個消費とこれがなければ、5層でテント、お使いに寄り道せずに済み、1分くらい早くなってたと思います。じゃじじく起動して帰りましょ。帰ろうかしら。さあ、帰ろう。帰ったらひとまず宿に泊まりまして、ねんね、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。多分これが一番早いと思います。 RTA 動画の最終部始まるよ。前回4ボスを撃破したので、これからラスボスの準備をします。ラスボスだけあって強敵が予想されるので、しっかり準備しましょう。ラスボス戦のレベルは、死が20、他23です。主要書システムないから、死は休養して、サブにファランクスをつけます。目当ては、ショックガード、です。盾を装備しようとして、盾マスタリー、に振ってないことに気づくのず。ゲームゲーだな。スキル振り、死は、サルトビ、5、ショックガード、10、余ったスキルポイントで、煙の末、6。ソは、雨にも負けず、4。と、ラは、ケントラ将来、10と、TP ブースト、1。アイテムは TP 回復薬の他に、テント、ごと、ネクタル、あるだけ、かっこ5個くらい。用意はできてるわけ？剣木にある川の土手の下で。行くぞ！新曲でダイナモ感覚、ダイナモ感覚、よっ！よっ！よっ！忍者全開！行くぞ！今から一気に第5階層を踏破して、そのままラスボスと戦います。なので、しばらくピクニックです。この時間で12食中まだ10食残ってるクラス単票を消化してしまいましょう。計画性。さて、3つ目のクラスはファランクス。硬い、強い、遅い、の典型的な盾色です。他作品の盾色と比較して他者をかばう能力に長け、特に簡単に攻撃を完全無効にできてしまうオーバーガードは次回作以降即で金になる強さ。RTA においても、その強力なスキルを遺憾なく発揮し、序盤から終盤までパーティを支えました。総評としましては、敵の猛攻を防ぐためにパーティに1枚は欲しい盾、派手な攻撃はしないがパーティを支える屋台骨、といったところでしょう。お次、4つ目のクラスはパイレーツ、丘に上がったカッパです。パイレーツは突剣と銃の2系統の武器スキルを持ち、世界中おなじみのチェイス系スキルを使う職業です。しかし、そのチェイス系は、ほぼ上位互換の将軍の一騎当選に食われ、自慢の燃費もアムリタ、ガブ飲みできる環境下では弱いです。RTA での出番は、我流の剣術で一騎当選の着火薬となるか、イーグルアイ薬が与えられるか、くらいでしょう。この RTA では、構築段階で、ハンマーヘッド、戦でのイーグルアイ、や、ナルメル、ケトス、戦でのハンギング、頭封じによる速攻が考えられましたが、いずれもお蔵入りになりました。
総評としましては、今後の他の縛りでのご活躍をお祈りしております、です。5つ目のクラスは汚い忍者こと忍び。手数を2倍にするくっそ汚いスキル、忍法、分身、が特徴です。他にも、物理攻撃を完全回避する忍法、サルトビ、や、回避率が 110% になる潜伏雲隠れ、コンボなど、くっそ汚い回避スキルを有しています。この RTA では、その回避能力を見込まれて4層から前衛デビュー。ケントラ2枚で枠制限が厳しい中、見事1人で前衛を維持してくれました。汚い。総評は、ケントラに枠を潰される悪環境下でも役割を失わなかった強クラスの鏡、です。6つ目のクラスは文句、拳による攻撃もできる回復色です。しかし、RTA においては、回復スキルはアイテムや予防の号令、で代替されてしまいます。武器を装備しながら拳スキルが使える拳バグも、武器調達に時間がかかるので相性が悪いです。総評は、通常プレイではとりあえず入れとけ、でも RTA では出番ないよ、です。7つ目のクラスはゾディアック。属性攻撃色です。ゾディアックの聖術は、武器の攻撃力ではなく鉄服を参照するため、装備調達に時間をかけたくない RTA とは相性抜群です。今作ではステータス強化アクセサリが初期販売されていることもあり、最序盤から3点ピアスで火力を担い、ボスを焼き尽くしてくれました。特に、3倍チャージのエーテル圧縮から放たれるリミット強攻撃の効果は、単なる火力にとどまらず、瞬殺により敵の攻撃を防ぐ、攻撃は最大の防御、戦術を可能にしてくれました。火力不足になる終盤も、ダークエーテル、で燃費の悪いケントラ将来をサポートしてきっちり活躍、雑魚戦を除く全球戦闘で延べ14回と、全クラス中最多の出場を果たしました。偉いぞー。総評は、何よりも、中盤までの不動のアタッカー、の一言につきます。コーヒーブレイク。樹海探索についてですが、安全歩行のおかげで完全パターン化するので、あらかじめ計画を立てそれ通りに歩き、なんかあったら計画を修正しています。プレイ中は安全歩行を使ってから何歩かをつぶやきながら歩いてます。こうしてから、塩化ハゲは無敗です。このテントはアムリタ1個で代用できるので、アムリタ節約のコスパが悪いです。こういうの、動画作って他人に説明する最中に気づくんですね。人に説明すると自分の理解が進むって。ではクラス単評に戻りましょう。8つ目のクラスはビーストキング。6つ目の枠を使いビーストを招来する、封じと状態異常に特化したクラスです。確率発動の封じ、状態異常は、安定を重視する RTA とは相性が悪い。さらに累積耐性の使用もあり参拝。そう考えていた頃が私にもありました。8、8、8、2、4、4、8、2、6、6、8、8、8、解釈が生きる要素し完全耐性が少ないという仕様の穴と、即死耐性の設定ミスにより、ケントラ将来が高火力スキルを上回る火力に相当します。それ以上に、ケントラ将来の場合 HP を減らさないので、HP 条件で発狂するボスの対策がかなり楽チンチンになります。豪華による瞬殺の場合とはニュアンスが違いますが、これも攻撃は最大の防御でしょう。ケントラ将来以外では、ボジアゲハ将来の攻撃薬として活躍。累積耐性の使用上 HP の低い相手のみですが、2回仕事をしました。総評は、圧倒的火力で防御まで担当してくれるクッソ優秀なアタッカーです。9つ目のクラスはバリスタ。高烈攻撃色です。パッシブとは思えない効果を有する固有スキル、ジャイアントキルをはじめ高い攻撃能力を有しますが、武器を必要とする時点で RTA と相性が悪いです。先駆者型のチャートでは1層のアタッカーを張っていましたが、ナルメル、戦に効果を持ち込むチャートにより2軍落ち、ゲートキーパー戦でゾディアックのレベルがあと1高ければ、聖者必中のために出番があったのに、惜しい。
ということを書いてて、ゲートキーパー戦で分散時の暇な時に照明弾を使う方がダメージ期待値高いことに気づきました。聖者必中の盲点になってた。総評は、ドスキルは武器必要だから微妙だけど、サブで命中補助ワンチャン、です。10つ目はファーマー。探索特化色です。ファーマーといえば、安全歩行。前提にスキルポイント5を要するので、1層では出番がなかったですが、2層以降の雑魚戦を例に抑えてくれました。また、終盤はラックの高さを活かして、ケントラ将来の攻撃役としても活躍。パーティ4人中3人がメインサブどちらかでファーマーという獅子奮陣ぶりを見せてくれました。あと、裏が4人とも初タクテ美味しそうで好きです。総評としましては、探索でも戦闘でも活躍する本 RTA の主人公です。夜中、明けそうじゃないすか。この先に、夜じゃないと FOE と衝突する場所あるらしいんすよ。だけ夜行きましょうね。アムリタが大量に余っている場合は、地下18階でテントを使わないので、3時間早く夜のうちに通れます。アムリタが少ない場合は、時間調整も兼ねて、ここでテント。朝7時に探索を開始する場合、テントを合計5個使えば夜7時になります。ちなみに、第5階層では、FOE の位置確認にちょくちょく振り向いてます。完全パターンなので、振り向きをカットすればいつと引き換えに早くなります。さて、ボスが近くなってきたので、ボス戦の解説としましょう。ラスボスの、クシタル機械の王と、オランピア、は2体出現し、それぞれ多彩な攻撃手段を有しています。しかし、多くの技には使用条件が設定されており、多くは HP を一定以上削ってから使う技です。HP 最大かつ強化数例の時に使ってくるスキルはこれだけです。対策必須なのが 6M ターン目に使ってくる渦雷。ショックガードが必須です。他のスキルは、前列がサルトビを使えば、ほぼ問題ありません。たまに攻撃が後列にそれますが、頻度は低いのでネクタルで蘇生していけば立て直せます。攻撃手段はダークエーテルとケントラ将来。蘇生時や蘇が頭封じの時は、適宜ビースト機関で TP を回復しつつ行います。回復薬が尽きなければハゲはありませんが、時間がかかりすぎるとベストタイムに追い抜かれて実質負けます。ボス戦前に隊列変更。探索時は、スキルを使いやすいように、そう、を戦闘にしています。剣木にあるカールの土手の下で。スクー用意はできてるわけ？やってんじゃん。大丈夫？なかなかやるじゃない。スクーいざ、運ゲー。行くぞ新曲ダイナモ感覚ダイナモ感覚血だ。騒ぐぞ運ゲー全開。行くぞ何時の魂を救わん。初手はサルトビ、ダークエーテル、ケントラ将来、ケントラ将来。もちろん北斗、無常波乱拳は、いっそだぞお前フェイト KO 攻めて痛みを知らずに安らかにしない命は投げ捨てるものではない。3人前の技では俺は倒せんぞ。勝った世界樹さん、かん はい、というわけで無事エンディングを迎えられました。よきかな、よきかな。まずは、完走した感想ですが、編集。これからは投稿者兄貴たちへの伊藤ライフ精神を大切にしたいと思いました。丸、プレイについてですが、世界樹さんらしい RTA、と言えるのではないでしょうか。ボスごとにメンバーがくるくる変わり、レギュラーを張り続けたのが、そう、一人、というのは、シリーズ特有の自由度の高さを表していますし、ボス戦に特化したキャラ育成は安全歩行の賜物ですし、ラスボス1ターン撃破もバランスが世紀末な3の特徴の表れでしょう。走ってて攻撃を無効化したり効果をぶち込んだりする爽快感が気持ちよく、自由度の高いぶっ壊れゲーを楽しめました。本 RTA のチャートについて、細かいガバは残っていたものの、自身の持てるチャートに仕上がったと思っています。多分これが一番早いと思います。しかし、更新要素がないとは思っていません。
例えば、シン2ではパーティメンバーの個性が大幅短縮の鍵となりました。火力を増強することで防御担当のメンツを固定できれば、結構な短縮になるでしょう。その方法は視聴者への課題とします。また、シンとルートでは攻略が大きく変わると踏んでいます。パッと見1ターン2発、ケントラ将来、を使えないため、エミットウェポン、HP4、など、他の攻撃手段が立ち上がってきます。というわけで、世界樹さんの RTA にはまだまだフロンティアが残されていると思います。この動画を叩き台に無慈悲更新でも、シンとルートでも、RTA 動画を待ってます。お願いします。プレイ内容について、走り終えた後は、大きなガバあったけど、ガバタイマー回しても2時間20分切れないんじゃね、と思ってましたが、そんなことはなかったです。単独で1分を超えるガバプはありませんでしたが、ガバタイマーを回すことで、意外とプレイングを詰め切れていないことに気づきました。自分のプレイを見直してさらなる短縮につなげることができるので、ガチ勢の方は一度動画を投稿してガバタイマーを回してみてはいかがでしょうか。何か発見があると思います。あとは地図をバックにエンディング鑑賞、と行きたいところですが、隠しクラスの単票が残っていますので、そちらを。隠しクラス1つ目は将軍、二刀流を使える特殊アタッカーです。チェイス系の上位互換の一気当選の火力のほか、行動順を操作するバフや、解釈、食いしばり、などの攻防に有用なスキルを備えています。特に、先人の名誉は、炎属性の豪華の威力を上げられるので、ケトス戦でこれがあれば、と何度思ったことか。しかし、構築段階で検証に上ったのはこれらではなく、逃走率プラス 80% で逃げるが勝ち、でした。雑魚戦に異界の強行兵を乱入させて逃げることですり抜けるつもりでした。ただ、この案は、雑魚処理が安定しないこと、撃破が意外とスムーズなことで没になりました。そんなこんなで出番がなかったのです。総評すると、ポテンシャルは高いけど、登場がくっそ遅く、同時に、ケントラ将来、の点火が始まって埋もれた、です。隠しクラス2つ目はアンドロ。自身の封じを活用するメイン専用の特殊クラスです。RTA 的には何と言っても、武器を必要としない攻撃手段の HP4 でしょう。実際、シントルートの先駆者は、これを4層以降のメイン攻撃手段としています。また、暗視の命中、回避の上昇とサブクラススキルでアタッカーや回避立てをする運用もあるかもしれません。総評は、ルートが違って深く分析してないから、評価はシントルート兄貴に任せた、です。以上、全12クラスの単票でした。右枠に一覧を載せておきます。
この先、クリアデータをセーブしますか?の画面が現れた瞬間でタイマーストップです。タイマーストップ、記録は2時間23分17秒でした。最後に、ギルドカードのお披露目をして終わりたいと思います。もうちょっとだけ続くんじゃ。ローブの下にメカニックボディがチラチラ見えてる。はい、皆様ここまで長時間の視聴ありがとうございました。コメント、マイリス、宣伝も励みになりました。ありがとうございます。